ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりジジイぜ。レンジの連邦サイドミッションも第10回目。記念すべき第10回目。いや、めでたい。そしてため取りしてある分がまだたくさん。さあジジイ頑張って働きなさい。気合で編集頑張るのじゃ。というわけでスタミナもついては食べ応えもあって酒の魚にもなる鶏の唐揚げをつまみにゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーロ、ゲーム万歳。さあ、行くぞ。さてさて始めていくぞい。マチルダが今日も来ておるな。なになに、またまた新しい兵器じゃと。の作業ポッドに武装を取り付けたものです。おい、それはまさか。すべて安上がりに数を揃えるというわけね。ポッドに兵器をつけただけの安上がりな兵器。やっぱりボールだったか。あの女ボールと言わないところがなかなかずるい女。お、またまたなんか捕獲したらしいぞ。程度は良好らしいぞ。しっかり中古ショップみたいになっているな。マチルダオフ、さすがに自分のモビルスーツでないから稼働率は落ちるらしいの。仕方ないわね。稼働率が落ちるのはやむを得ないでしょう。戦力は常に不足しています。有効に運用してください。で、今回は何が手に入ったんじゃろな。ゲルググとかジオングとか。そんなすげえの来たら狂気乱舞じゃわい。で、次の作戦はこれじゃな。 G ファイター運用ですと。捕獲したモビルスーツはお預けか。今日も京都でガンダムで出撃じゃ。僕が一番、ガンダムをうまく使えるんだ。はいはい、わかったわよおじいちゃん。作戦内容じゃが、ザンジバルの撃破とあったな。OG ファイターに乗っておる。G ファイターって。こりゃ爽快じゃ。大空を駆け巡る。降りちゃった。着地した。ちょっと何やってんの？いや、ガンダムと G ファイターが一心同体になっていると思って G ファイターを操作しようとしたらガンダムが歩いた。歩いたって。そして落下した。どうするのよこれ。まあザンジバル倒せばオールオーケーということでもう満タイ。ザンジバルの他にもザクがわらわら出てきているが、その辺は臨機応変に対応させていただければと思います。なんなのよその適当なカスタマーサポートみたいな返答は。ザンジバルが上空すぎてなかなかタゲが合わんぞ。ずるいぞザンジ。ザンジバルってザンジってやつのか。肉バルの仲間じゃろ、ザンジバル。ザンジのバルなのぜ。あの中はお酒や食事が楽しめるバルになっておるのぜよ。そんなわけあるか。あの中で楽しそうにザンジを楽しんでおるのぜ。ザンジを楽しむ。リア充爆発しろ。あのザク何を。うわあ、僕の G ファイターちゃんがこんなところに。けなげに飼い主のガンダムを待っていたのか。ザクが親の仇のように攻撃をしてくるな。こら、俺の G ファイターちゃんに手を出すなー。なんか安いトレンディードラマみたいな展開になっているな。 G ファイターちゃんとザンジバルでザンジを楽しむのじゃあ。まだザンジなのか。ひと待て、今回の料理鶏の唐揚げと言いながらザンジなんだろ。ザンジバル、ジジイ測ったなジジイ。早速 G ファイターに乗りたいのだが。なんじゃこれ、乗れんぞ。押してるな、飛び越えたな。どうすりゃいいんじゃ。このまま地上の G ファイターを守り続けて地上からザンジバルを攻撃か。不毛な作戦になっているな。めっちゃ上見てるぞ。ガンダムの首が痛くなるな。首から肩がるなチタニウムのようにバキバキに固まっておるのじゃ。けなげに G ファイターのそばで守っているな。ザクどもがすぐ言い寄ってきてちょっかい出すのじゃ。みんなセイラマス狙いなのか。ちょっとセイラさん、そろそろ乗せてくれないかね。そんなに安い女じゃなくてよ。マスのくせに。ひでえ暴言だな。もっかいチャレンジ。おーおお。乗れた。飛べガンダム。ぐんぐん上昇しているな。オーガンジバルにタゲが合わせやすい。ゴリゴリ削っていくぞい。クライバルの連中、お前の残儀をすべて吐き出せー。もう残儀って言ってしまってるな。もう、残儀がジオンなまりで残儀になっている説でいいじゃろ。な、って言われましても、しかし、めちゃくちゃ粘着してネチネチ削っているな。現代の SNS のような攻撃にザンジバルもなすすべなし。愚か者めー。 G ファイターに乗ってからの展開が早かったな。初手落下じゃなければめちゃくちゃ楽なミッションだったかもしれんな。ザンジバル爆散。リア充どもが夢の後。強筋な動きをしているな。リア充爆散にガンダム5万越。G ファイターの試験運用も成功させたメリジーは明らかにランバラルがいるところを後回しにして、オデッサ作戦に向かう戦車の護衛任務に就いたのじゃった。ランバラルの難易度ベリ派だからね。先に周りをクリアしてから進むのじゃ。これ終わったらランバラル行きなさい。イエサー。さあじゃねえ。イエマリサー。言い直すな。お、そういえば前に捕獲したジオンモビルスーツが判明したな。ズゴックだったな。漂白されてしまったようじゃ。アギルのズゴックになっているな。わしがズゴックで出るか。ジジイズゴックか。迷う。病気に迷っているな。やっぱり自分がズゴックはやめるのじゃ。お、やめた。自分は慣れ親しんだ陸戦型ジム。ビームライフルで無双しちゃるわい。慣れ親しんでるな。そして容器に白ゴック。CPU にズゴックを任せるのか。頼んだぞ CPU。
見せてもらおう連邦のズゴックの性能とやらを。でも水上じゃないな。水陸両用じゃからええやろ。さてさて作戦内容じゃが、オデッサ作戦に向かう61式戦車の護衛じゃ。射程物の少ない場所を移動するのでなかなか厳しいぞい。狙われやすそうな場所だな。61式戦車を8台フィールドから離脱させれば作戦成功じゃ。戦車がアリの行列のように見えるんだよな。夕闇でどこに戦車がいるのかいまいちわかっとらん。とにかく出てくる敵を確実に倒していくぞい。ザクがおるな。早速戦車が1台やられているぞ。敵の展開が早すぎる。何をそれっぽいこと言ってるんだ。実際は状況把握できてないでしょ。そういうことをバラすなよ。一旦現場が落ち着いたのじゃ。それにしても白ゴックはアグレッシブだな。さすが白ゴックだしょい。またか。また白はまだのパチモンが登場しているのか。パチモンとか失礼なやつだな。白ゴックだしょいは防御で味方のジムを撃墜した男だぞ。味方を撃墜してどうすんだ。とんでもないやつじゃねえか。アグレッシブというかただの暴れん坊なのかよ。見たまえ常に敵を探して歩き回っておるわい。最近の若者にはない気の利くやつなのじゃ。うお、上反応で敵に突っ込んでいっている。凄まじい機動性じゃな。ザクも一心不乱に戦車に向かっていくな。なんかすごい修羅なステージになっているな。あのザクを倒すぞい。横からバリバリ撃っているな。殺意が高すぎる。お、出たサーベル。一台戦車を破壊されたが順調に進んでいるな。油断大敵だぞジジイ。油断などせんわ。わしは世界一ゲームが下手なんじゃあ。威張るな。油断してないならそれでよい。まだ戦車が1台も離脱しとらんぞ。何をちんたら興奮しとるんじゃこいつらは。あ、1台破壊された。まだまだ進捗率 0% だぞ。ちょっと戦車運びたい気分になるな。すごく手ぶらでうろうろしているのかわいいな。あれ、一気に離脱し始めた。固まって動いているから一気に増えるのか。そ、これはダメな進捗報告の典型じゃないか。実際の進捗率が把握できないぞ。さっきまで進捗率 0% だったのに一気に 80% に跳ね上がった。遅延と判断して追加資産を投入するところでわしが始末書門だったぞゴルア。愚か者めいろんな意味の愚か者だな。現場責任者の進捗報告に対する心の叫びじゃ。よし、これで次はいよいよランバラルだな。あのベリーハードに挑戦か。これよりオデッサ作戦を開始する。全軍進撃開始。諸君らの健闘を祈る。オデッサデイらしいぞ。おいジジイ、ランバラル消えちまってるじゃないか。あら、知ったか。知ったかじゃないのよ。アルテイシア様か。あのシーンが終わってしまったか。時間軸みたいなものも存在しているのか。なるべく面白そうなミッションは早めに受注しておいた方が良さげだな。気をつけるとしよう。でオデッサデイじゃぞ。なんじゃ、このポイント5倍みたいな故障は。本日オデッサポイントが5倍のオデッサデイ。じゃんじゃんバリバリジオンのモビルスーツを倒してポイ活しちゃってください。よしパパザク倒しちゃうぞとか言ってるの。もう見てらんない。ジオン2はダブでの破壊。しかもガンタンクで。しかしこれを破壊すると次からジオン兵にマークされるという危険も伴うモロハの剣。何を中途半端に吉野やコピペをパクっているんだ。というわけで今回の作戦はダブでの破壊じゃ。ダブでの破壊ガンタンクを添えて。これぞ2の一品。動かぬダブでに機動性のないガンタンクをぶつける。さて行きましょう。味方機も配置されているな。目指すはダブで。みんなのものダブでの破壊じゃあ。味方機も一気にダブでに取り付いているな。遅れを取るなガンタンク。取っているな。まあ焦る必要もない。右上の時間がカウントダウンしていってるな。なんと制限時間付きなのかこれ。マゼラトップを見ている場合じゃないぞ。しかもちょっかい出した。なんか打ちたくなるのじゃ。とにかくダブでに急げ。こういうのって一応余裕を持った時間が立てられておるじゃろ。なのでマゼラアタックをちょっとくらいかまっても大丈夫じゃろ。あと1分。これこれちょっと削れているし余裕じゃろ。さて、では一気に削っていくとするか。ガンタンクの火力を舐めるなよ。一戦型ジムがすごい数取り付いているな。わしの攻撃の邪魔をするなよ。偉そうに。指バルカンを食らえ。そんなちまちまで大丈夫か。ここでキャノン砲。キャノン撃ってリロード中は指バルカン。絶え間なく攻撃をするのじゃ。半分くらいまで削れてきたな。敵もいないのでめちゃくちゃ簡単なお仕事だな。どんどん攻撃じゃ。マゼラトップが必死の抵抗をしておるな。虫じゃ虫。ダブでに集中攻撃じゃ。残り30秒になったな。一気に削るぞ。ダブで自体は攻撃してこんな。近くにおるからか。一方的に攻撃できて気持ちが良すぎるぞい。淡々と攻撃しているな。もう残りわずかだな。やはりある程度余裕がある時間じゃったな。これでオデッサ作戦も大成功というわけじゃ。ポイント5倍も。愚か者めく、また遮られた。タイミングが悪いのじゃ。
ダブで大爆発。これでレビルも大満足のオデッサデイ。ランバラルが人知れず散っていたのがショックじゃったが、オデッサ作戦もうまくいきそうでよかったよかったのじゃ。といったところでまたまた3つのミッションをクリアとなりましたな。今回も G ファイターやらズゴックやら出てきてバリエーションがあってよかったな。ストーリーも盛り上がってきた。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。G ファイターから落ちた時はどうなるかと思ったわい。 G ファイターだけどこか飛んでいったと思ったもんな。しっかり止まっていてくれて助かったのじゃ。楽に攻撃されまくっていたけどな。そして乗るのが大変じゃった。乗れなかったら積んでいたわい。乗るコマンドじゃなくて本当にジャンプで上に乗っかるシステム面白いな。